政府4演説とは日本の国会において毎年1月に招集される通常国会において内閣総理大臣と国務大臣が行う4つの演説のこと。政府4演説は以下の4つの大臣による演説である。演説は衆議院と参議院の両院本会議で行われ、それに対して各会派代表から代表質問が行われる。通例では 通常国会の招集日が決まった時点で議員運営委員会理事会による大まかな調整、招集日に理事会での調整内容を確定する作業を経て演説実施の前日に内閣総理大臣から議長宛に発言の通告が行われる。議員は発言の通告を受け取った時点で国会中継を行う担当者を議場に入れる許可を出す。演説が終わると遅くとも翌平日中。 演説が金曜日に行われた場合衆議院では週明けの月曜日に代表質問を始めるため当日中に議員規則に基づき各会派から質疑通告が提出される質疑通告には質疑を行う案件質疑者質疑時間及び答弁要求閣僚が記されている内閣閣僚による国会演説自体は大日本帝国憲法時代に 存在した帝国議会から行われることが慣例化しており、1890年に召集された第一回帝国議会において、同年12月6日の衆議院本会議の席上、当時の山形有友が施政方針演説、松方正義が財政演説をそれぞれ実施したのが最初の政府演説である。政府4演説は、理論上は国会が開会中であれば、 いつでも行うことができるが、1991年以前は、通常国会の召集が12月だったため、招集直後の自然休会を経て、翌年1月に改めて演説を行うケースが多かった。1992年以降は1月の通常国会招集直後に年1回行うのが慣例となった。ただし、臨時国会の冒頭に総理が、 所信表明演説を行った後、補正予算の趣旨説明を兼ねた財政演説も行ったケースなど、同一年に複数回の4演説、ないしは所信表明と他の3つのうちの1つないしは2つという形の政府演説を行うこともあり得る。財政法第27条により、翌年度の一般会計予算は1月中に国会に提出するのを条例と規定されており、 なおかつ財政演説は予算案の趣旨説明を兼ねることから、通常国会が開会しても、翌年度当初予算案が国会に上がる前に政府4演説を行うのは異例中の異例となる。第2次、安倍内閣以降は通常国会の冒頭に補正予算案を提出して、その趣旨説明たる財政演説のみを行い、補正予算の成立後に、 翌年度当初予算を提出した上で改めて4演説を行う形態も取られていた。しかし、2017年の第189通常国会以降は、冒頭で当年度補正と翌年度当初の2つの一般会計予算案が同時に提出され、会期初日の開会式直後に4演説を行う形に変更されている。よほどの緊急事態、または、 参議院の緊急集会でない限り土曜日、日曜日、国民の祝日には本会議、委員会を開催しないため、国会キーワード、政府4演説と代表質問、参議院ホームページ。官報公害、衆議院、第1回通常会議時即記録第4項。内閣官報局。2018年4月6日閲覧。 1957年2月4日の第26回国会では、内閣総理大臣、石橋丹山が病に倒れ療養中であったため、外務大臣の岸信介が登壇、演説した。ありがとうございます。